トーマス・ハビアー・リベラは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、ブロンクス区出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、メジャーリーグフィラデルフィア・フィリーズ参加所属。トロイ大学最終年度の2011年まで、MLB ドラフトでは指名されず、元ニューヨーク・メッツの保守で、ウォレスコミュニティ・カレッジ時代の恩師であるマッキー・セッサーが、リベラを、メッツのスカウトに推薦して、 プロ入りが決まる。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポートメッツでプロデビュー。A-9 ブルックリンサイクロンズでもプレーし、2球団合計で42試合に出場して打率。301本塁打、19打点、3盗塁を記録した。2012年は、A 級サバンナサンドナッツと A 級セントルーシーメッツでプレーし、 2球団合計で128試合に出場して打率。329本塁打、66打点、11盗塁を記録した。2013年は A9 セントルーシーでプレーし、125試合に出場して打率。289、2本塁打、51打点、6盗塁を記録した。2014年は A9 セントルーシーと AA 級。 ビンガムトン・メッツでプレーし、2球団合計で115試合に出場して打率。349,5本塁打、75打点、3盗塁を記録した。2015年は、A 級、ビンガムトンとトリプル A 級ラスベガス・フィフティワンズでプレーし、2球団合計で110試合に出場して打率。325,7本塁打、48打点、1盗塁を記録した。 2016年は、トリプル A 級ラスベガスで開幕を迎え、8月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にて、6番、サン・ルイシュ、で、先発出場し、5打数1安打だった。9月13日のワシントン・ナショナルズ戦では10回表に、相手守護神のマーク・マランソンからこの試合の決勝点となる。 メジャー初本塁打を放った。最終的にこの年メジャーでは33試合に出場して打撃成績は打率3333本塁打16打点。守備でもデビット・ライトやニール・ウォーカーら故障者が多発した内野人の穴埋めとして終盤は主に二類種で起用された。2017年開幕前の2月8日に第4回。 WBC のプエルトリコ代表に選出された。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、2大会連続で準優勝となった。シーズンでは73試合に出場して打率。295本塁打、27打点、1盗塁の成績を残したが、9月にはシーズン終了を待たずにトミー・ジョン手術を受けることになった。2018年は、 前年の手術の影響もあり、シーズンをほぼ全休した。2019年3月9日に自由契約となった。7月6日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した。ありがとうございます。